はい、皆さんこんにちは。はい、今日は言いたい放題チャンネルの時間です。はい、なんかね、俺間違えちゃって今週1週間分今日取っちゃうみたいな感じなんだけど、まあ構わないね。まあ、いいじゃないですか。はい、はい、ということで今日話をしたいのは、韓国のホワイト問題、国問題に言いたい放題、はい、ね、これちゃんと知らないと恥をかいたこともあるので、はい、いろいろ言われてますけど仕方がない措置かなと思って、うん、感激じゃないようになると思いますけどね、うん、やっぱり日本と韓国今後ね、どうやって考えたらいいかってことも含めて、はい、このホワイト国問題というのを考えてみたいと思います。はい、まあ、皆さんね、韓国が今後ねこの措置はどうだってことを考えたときに、うん、国民の 95% が、まあ、ネット関係で考えたときに絶対それは正解だと言って、 5% なんでしょうね。ところが朝日新聞調査だと 57% が賛成だった。誰に聞いたんでしょうかね。だから朝日新聞の要するに反日の人社員の中で聞いたのかな。うん、まあね、これね、例えばね、そうだな、外相がね、要するに河野さんが、朝日新聞とのさ討論もすごく面白かったんで、この話もしてみたいと思います。はい、いきますよ。それでは、言いたい放題チャンネル。で、まあね、ASEAN の時にね、ASEAN って何なんで、うん、G ソミアかな、なんかの会談で、うん、バンコクに行ってて、ポンペイオと、そうそう、その向こうの外相とね、河野さんが3人で会談してほとんど口喧嘩になったって言うんだけど、この時のね話の中で日本のねメディアがいろいろ言ってきて、河野さんにもやっぱり言ってきたんだけど、要するにちゃんと要するに韓国に対しては普通の対応をすると、でそれに文句を言うのは日本のメディアなんだけど、普通の対応っていうのは今ホワイト国っていうやつじゃなくて4種類に分けると、 A 国 B 国 C 国 D 国と、 A っていうのは同盟国優先国だと、で B っていうのは普通の国、普通のね貿易国、C っていうのは危険度がある国で、 D っていうのは禁止、輸出禁止国と、これに分けると、で韓国は B であると、別になんてことないよ、なんてことないよ、普通に貿易すると、でアジアの他の全ての国は全部 B なんだよ、で韓国だけ A だったのがまた不思議なんだけど、それをなんでね、韓国が B にするってどういうことかってね、国交断絶だとかさ、オリンピックボイコットだとか、日本に報復だ、 D と言ってないじゃん、C にするか D にするとは言ってないじゃん。俺笑っちゃうのはさ、日本は報復措置だとか言うわけじゃない、報復するってどういうことだ、要するに、いやでもこれはね、貿易のためのね、正しいルールに基づいただけで報復は違います、報復は別のことでやるって言ってるんだけど、言ってる、そしたら分かった、じゃあうちも報復だと、お前も報復なんじゃないか、で日本に貿易をでね、ひどい目に遭わせてやるとか、後悔させて、何をひどい目に遭わせてくれるんですか、ね、だからこういうさことになっちゃったら、売り言葉に買い言葉じゃなくて、勝手に向こうで売って勝手に買ってんだから、やればいいじゃん、そうね、日本人そのためだったら我慢するよ、別に、ね、で日本のメディアもねおかしいことがあってさ、例えば韓国がねウォンが急落してさ、今さ、まあ、要するに1200ウォンを切ったら1ドルが1ドルじゃない、まあね、それを切ったらもう韓国はダメになると、いうような話だってね、ところがそれ切っちゃったんだよ、でもう韓国の経済ダメだ、で日本も実を言うと、1ドル105円になってる、105円、これやっぱりね、どっちにしろ問題なんだよ、だけど日本はそういう円安とか円高に特に強いから、要するにそういうことで対応できちゃうんだけどね、だから今とにかく日本も韓国もアメリカのそういう中国政策だとかあれでやっぱ揺れ動いてて、株なんか大きく下がったりとかしてるわけだね、仕方ないな、やっぱここは我慢しなきゃいけない、そうだ、俺なんか株やらないから、もうやらないと誓ってる、そうだね、私もやったことがない、俺は勝ち逃げね、やったら一回やって先物でも株でも言って勝ったんでもうやらない、だったらもう負けなきゃいいわけだからね、そう考え方を持ってる、でもみんな結構株では困ってるみたいな、だから何でもそうだ、投資したら上がったり下がったりするのは当然だし、暴落して大変な目に遭うのは当然だよね、そんなのは分かってるわけだから、まあとにかく今のその日韓問題とかそういうことに関してホワイト国っていうのは別にしょうがないよね、だって今の日本は韓国は日本に友好的ではないんだから、友好国から外すでしょ、だから、まあね、特別扱いはもうしないで普通になりますよって、普通にやりましょうよって言ってるだけのことで、だけど韓国の日本に対して依存度って異常なほどだから、多分ダメージがすごいだろうなと、それは韓国の勝手というか、自分たちがそれを分かってなかったんだよ、それは韓国人にとってはそれが相当腹立たしいんでしょう、でね、ろうそくデモをやって安倍やめろとかいろいろやって、余計なお世話ですよね、人の国のことに口出ししないで、ね、YouTube も何もそうなんだけど、韓国の人間たちが監視人というのがいて、要するに反韓のやつは全部そういうところでシャットアウトして、要するに危険な思想が入っているとか言って中止させると、だからウォーク TV さんっていうね、YouTuber が要するに日本が大好きで日本のことを言ってて、よく言ってて韓国のことを悪く言ったらそれで停止になっちゃった、言論の自由ないの、ないの、言論は全く自由、ヘイトじゃん、それこそ、ね、韓国人による言論の自由って形になっちゃうからね、だから俺たちが考えなきゃいけないっていうのはさ、今日本っていうのも、韓国とかそういうところでそれだけやっぱりさ侵食されちゃってるから、数年とかしないとね、
だから一番困っちゃうのはさ、テレビ朝日とか朝日新聞あるでしょ、うん、朝日新聞の旭日券に文句言わないで、例えば朝鮮日報だからどこだっけ、韓国のその大手の新聞社の、うん、住所が朝日新聞になってるの、日本、うん、おかしいでしょ、おかしいよね、どういうことか朝日新聞ちょっと教えてほしいよね、うんうん、だからやっぱりさ、俺たちが言論とかどうたらこうたら言ってて、日本の新聞がいかに信じられないかってそこに出てるわけだ、うん、だから朝日新聞も毎日新聞も現実問題としては完全な反日新聞で、日本のためになる新聞じゃないから、ね、一度ここも再編成して、うん、一回潰しちゃってもいいかな、うん、潰してほしいね。もちろんね、あの電波関係もそうで、 NHK ね、これは明日話そうと思ってるんだけど、うん、あの NHK の問題だっていろいろ出てくるわけだから、うん、そろそろ一回ね仕切り直しをする必要があるんじゃないかって、うん、その通り、うん、だからまあね、これをね、俺ヘイトされちゃうと困るんだけど、やっぱり日本の今の現状ってことを考えちゃったら、やっぱり韓国とうまく付き合える道理がないんだ。ないね、うん、で当然ね、日本の国民の 90% 国民だったらね、うん、90% は韓国に謝らなければこれっぽっちも持ってないないよね。韓国が謝るのは分かるけど、うん、で結局あの金なんだ、金日成さん、金さんね、うん、金健二さんが、この間 のニュース番組出た時に、うん、私は日本好きな親日ですよって言ってて、好きだよね、まあ、それはいいんだけど、リップサービスでいいんだけど、うん、問題なのはさ、例えば日韓請求権協定で終わってるの、もうものすごい金額を韓国に出したやつは、うん、それは当然の権利でありがとうではないって言ったのよ、うんうん、じゃあやらないでほしかったね。本当だよね、うん、そうやらないでほしかった、うん、だからもういいよ、あげちゃったからだから仕方ないですよ。だってこの間も騙し取られたのがさ、あれでしょ、うん、慰安婦のさ詐欺だよね、詐欺でやられたんだから。でもさ、慰安婦のことは朝日新聞に請求してほしいよね、うん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 、日本関係ないから。だからどっちにしろ全てに言えてることなんだけど、もうお金は払わない、一切も。そうね、そうね、ここ、うん、だから俺は韓国にも行かないし、ね、韓国の人も使わないし、うん、だからマジック界でも韓国を使ってる人たちを考えると、うん、お前何考えてんだって言いたい。本当だね、今時韓国となんかってのおかしいよ、うん、だから韓国と国交を断絶すれば韓国語もさ勉強しなくていいわけだし、うん、Facebook で面白いのはさ、うん、あのすごいね、 Facebook でえと思うのはスペイン語英語全部翻訳できるんだよ、うんね、ところが韓国語だけ翻訳できない、うん、母国語だからっていう考え方。不思議だな、 Facebook って母国語ですかね、不思議だな、おかしいでしょ。だからそれ考えても納得いかないことが多すぎる。だそう考えたら、うん、もうだから俺はアメリカのキャッスルで、あの韓国がいかに悪いか昨日ね、うんうん、もう喋りまくっちゃったんだけどさ、それでみんな納得、ボビーだけ納得してくれなかった、うん、ユダヤ人だから、だからボビーは洗脳されちゃってるから靖国神社って約束もしたんだけど、うん、要するに韓国がどれだけのことをやったかって真実を知ってもらいたい。そうだね、いやでも全部南京大虐殺とか韓国人に言われたことは事実だろうってから、全部嘘なんだよ、うん、いやでも俺は本当だと思うけどって、嘘だって証拠があるんだっていうことで翻訳機使ってやった。他の人間たちは全員納得してたんで、韓国はそういうことしても当たり前だな、うん、俺たちも韓国人に嫌な思いしてるとアメリカで、うんうん、だけどボビーはユダヤ人だから、やっぱり自分たちの人民族は要するにドイツにね、要するにゲルマン民族に散々ヒットラーにやられたんだからと、うん、でその時同盟組んでた日本も中国や韓国でやった、韓国は日本だったし、うん、だからそれを話してもあいつも64歳だからもうすぐ5になっちゃうから、やっぱり頭が固いや、うんうん、だからまあこれを楽しみにね、もっと翻訳しようと思うんだけど、うん、だからファクトっていうかさ、その事実がいっぱいあるんで、うん、それをね、間違った見識を持っている世界の国の人たちには伝えていかなきゃいけないなと、うん、そうだね、だから日本もね、北朝鮮が悪い国でっていうさ、嘘をいっぱいね、うん、あの流されてんだよ、うんね、でこれもねちょっと話をしたいんだけど、まあ変な話だけど、要するに北朝鮮の IT 産業っていうのすごいんだよね、うん、ものすごい。でこれは全部嘘が流れてて、日本には本当の北朝鮮像って絶対出てこないわけじゃないか、うんね、なんか貧乏な国という報道しかされてないよね。そうそうそう、だからあの日本はものすごく優れすぎてるから、うん、貧乏じゃないよね、うん、で日本人が小敵が多いとかさ、要するに何だろう、低賃金、これも嘘ね、うん、日本の新宿渋谷でさ、おもらいさんいないでしょ、うんうん、だけどハリウッドにはいるよね、いる、世界の国にポルトガルなんか和食店の前にいて、日本人が来るの待ってて金越せって言って、それであの店の人間に言うと金払ってくれって言われて、そんな国が当たり前だね日本は全然さ、こんな金持ちな貧乏人がいる国はないって言ったよ、ね、本当だよね、スマホ持ってんだよ、うん、ハリウッドの貧困な子供って何かと思ってね、うん、あのホームレスかと思ったらさ、うん、そうそうそう、みんなスマホ持ってんでしょ、貴族じゃん、だから嘘ね、それに騙されちゃいけないよってことで言いたい放題を、うん、そろそろ終わりたいんだけど、はい、まあ本当にハリウッドなんかさ、マクドナルドにたむろしてるさ、そのあれがどっから盗んできたか知らないけど、スマホ持ってるもんな、ホームレスが盗んでるね、わかんない。でマクドなんでいるかって、そこで Wi-Fi つながるからでしょ。あ、なるほどね、簡単なのでもね。さあそんな話で明日もねまた賑やかに行こうと思ってますが、はい、今日は取りすぎるぐらいいろいろ取っちゃったんでね、はい、これで終わりたいと思います、また来週どんな話になるか、ね、1週間も取ったんですね、はい、はい、それではどうも。
ありがとうございます。また来週です、はいはい、さよなら。頑張りましょう。もうすぐ日本だよ。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。